オリックスの3連覇が決まった一方、 CS 争いは激化した。藤本監督はもう一つも落とせない、一試合必勝という形でやっていくと語気を強めた。毎回そう言って負けるやん。親の顔より見たコメント。お前がそう言って余計に動いて毎度負けてんだよ、やめろ。この人は去年最終戦でオリックスにめくられたこと忘れてるのかな。ギリギリまで気づかないってことは、学生時代夏休みの宿題最終日に全部片付けてたんだろうな。去年一試合に泣いたのに、しょうもない采配ミスして負けまくったのが今やろ。今すぐやめろ。今さら？はよ B クラス行けや、史上最低監督。去年も勝ったら優勝の試合をことごとく負けさせた天才。全試合それやっとけよバカ。工藤時代は全試合ポストシーズン並みの緊張感でやってたよな。攻めよう、勝ちたいなら。立浪と競い合える唯一の監督、原とか新庄では相手にならん。12連敗から21勝38敗勝率356、これもう高級中に乗るだろう。まあ今のスタメンなら勝負にならなくてもしゃあない。 SB って正直藤本じゃなくて背広組がクソ無能なだけや。ぶっちゃけ組織として腐ってるのはそうだけど、それはそれとして、藤本の采配が群を抜いてカスなのも事実。外人起用だけはフロントがやってそうだからまあええけど、もういっそのこと B クラス行けや。そして史上最低の監督として歴史を刻んでいけ。近藤は12球団大一位、有原はエース、オスナも出番少ないけど出れば抑える、ガンケルとかアストゥディーヨとかは知らんけど補強が当たりまくってこの順位なのはほんま笑える。 CS 頑張りますとか言ってたし、全然現状把握できてないよな。ここまで選手の士気を落とせるのはアルタネの才能やで。一つ一つの言動に立浪には負けられん俺こそが史上最低監督だという気概を感じる。じゃあ藤本と立浪トレードするってなったら、ホークスファンとチュニドラファンは喜ぶのか。てか近藤がほぼフル出場するの初めてだし、多分来年長期離脱するよな。柳田も36になるし、来年地味にヤバくねえか。山川が来るから問題ない。シルエット来るから平気やろ。ドラフトで遊ぶから。藤本辞めさせたところで後任が小久保やん。実際藤本続投させるの、させるとしたら小久保にこんな状態でバトンタッチさせられないという理由しか思いつかないけど。新庄監督や松井監督の方が順位低いのに、藤本監督の方が叩かれてて笑う。相変わらず現実見えてねえな。優勝争いならともかく5割付近の争いで一試合も落とせないなんてことないだろ。一戦必勝はともかく一つも落とせないは意味不明。勝ちたかったらまずフロントにドラフトで遊ぶなって言えよ。ビリから4位に移籍したな近藤は。うおうおう、かい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 。普通に負けるから話題にならない巨人の監督。他球団のイヒネ1位ですか、すごいですねみたいなコメント、フロントが普通に喜んでるのが面白かった。もう首が決まってるから監督コーチもやる気ないんやろ。藤本博史とかいう80億円という金銭的価値を無価値にした男。勝ちまくってた工藤にも文句言ってた罰やろバカ便器。反省しろな。ソフトバンクファンって未だにファッション暗黒やってんの。いい加減懲りろよ。どうせ腹の中では、まあ CS で優勝チーム倒してひしりで背の広がりぼこるいつものパターンやろって思っとるくせに。最近ファンすら暗黒になるかもしれないってマジトーンで言い出してるから、かなりヤバいなとは思う。焦ってデスパイネ取った意味1ミリでもあったか。デスパイネは癒し枠だから。ソフトバンクのヤバいところは戦力はちゃんと機能してるところよな。80億補強の3人はウォー日本一、エース級、防御率 1.02 と期待以上やし、野手の柳田、中村晃、今宮と主力はちゃんと試合に出て結果出してる。先発が弱いから今年のシルエットはこの辺補強かね。デスパイネ使うなって言うけど、緊急で呼び戻したんやからオプションくらいあるに決まってること気づかないのか。先に中継ぎさせてから先発に転向させるやり方が意味わからんねん。千賀とか吉信とか平とかはイレギュラーやろ。セッツ千賀の幻影や。ソフトバンクファンもうは無能。ソフトバンクファン秋山は無能。ソフトバンクファン工藤は無能。ソフトバンクファン藤本は無能。今ここ誰なら満足するんや。立浪は一応若手起用の意識はあるし、立浪でもソフトバンク率いてたら4位にはなるぞ。絶対藤本の方が無能やろ。王から続いてた優勝を途絶えさせた男。ソフトバンクファンじゃないけど、去年の優勝決定方法もおかしいよな。同率で終わったなら優勝決定戦やるべきやろ。発生をろくな下積みもなく一軍打撃コーチにして、案の定無能を晒してるの草生える。ドラフトで戦力補強できてないのが悪いんやから監督に責任ないやろ。王攻められないから過剰に現場叩いてる人多いんちゃうか。ポスティングを認めない限り有望な選手は来ないよ。ソフトバンクの希望、柳町26260031 OPS686。
独自路線ドラフトがクソクソなのが大きいな。実際のとこはミネイも現場は必要としてないのに勝手に取ってきたり、ソフバンだったら謎に干されてそう。もう干されとるで。去年はまだ負けられるとか調子こいたこと言って同ゲーム差で優勝逃したアホヒゲ。2、3位で叩かれるのかわいそうやな。10ゲーム差つけるとか100勝するとか言うから。言ったのは親。駆動は戦力があるだけとか当時ファンが叩いてたけど、そもそも駆動時代に自ら台頭させた選手めっちゃ多かったよな。少なくとも駆動は投手に関しては何人も台頭してるし、ガチやろ。マシンガン系統で使い潰すと言ってもそれができるくらいの戦力が投手陣にあった。それがなくなりゃこのありさまよ。これは個人的な印象だけど、強かった頃は中継ぎとか他より圧倒的に球速くて一歩先に進んでたけど、トラックマンやラプソードの普及で全球団の投手レベルが一気に上がって投手力で優位に立てなくなったってのが大きいんじゃないかと思う。何年か前まではソフトバンクの中継ぎってマジで他球団より圧倒的に強かったし。言うほど無能か。ちょっと打てない外国人野手を堅くなにスタメン起用して、6番が出塁したら低打率の8、9番の前で7番が毎回バントして、2割バッターの代打に1割台の為替が出てきて、使ってほしい若手は守備緩めやダイソーとして出てきて、不安定なリリーフは変えずに捕手の懲罰交代をするくらいやろ。そしてそれを記者の前で言うくらい許してやれや。ぶっちゃけ何年も2軍にいた連中がいきなり1軍の球なんて打てるわけないんよ。上がったり下がったりを繰り返してふるいにかけられて生き残ったやつが主力になるのに、そのふるいをかけることもなく2軍で孤独なんてやってるから、いつまで経っても打てるようにはならんわ。オナニードラフトでしこったものの末路。次が小久保ってところが最高。プライド高いやつだし、藤本並みに言わなくていいことを言うやつ。藤本ばかり言われてて、吉井は有能みたいなこと言うけど、チームの調子悪くなってくると結構な無能さらしてるやん。意外と佐々木の起用我慢できなくなってきたり。駆動は結局有能やったんか。駆動有能路線はないぞ。少なくともこの現状は駆動と当時の2軍監督藤本の合作や。二軍監督時代のヒゲって有能やって評価されてなかったか。クソ無能やで。駆動が若手使わないのが悪いと責任転嫁されてただけやが、蓋開けたら二軍破壊してただけだわ。でも当時は高卒ばっかり指名する余裕のある王者のドラフトって言われて、タカ編成もエクスタシー感じてたよな。現場が頑張っただけなの。無能編成が自分の手柄と勘違いして暴走した結果やな。マジでクソ無能編成とも首にしろよ。小久保て腕組みんで試合眺めることしかしないやつよな。フロントが99割悪いのに叩かれる藤本かわいそう。野村勇って今年で27だけど、そもそも若手なのか。柳田中村明今宮の若手語りやぞ。内川が引退するらしいけど、コーチとして呼べばええんちゃうか。長谷川も今コーチやけど、その打撃理論実践できるやつおらんねん。いつも小久保が2軍でしんどそうにしてる。藤本より真の原因はフロントやって言ってるけど、普通に藤本も無能やと思うで。去年のブイズと今年の12連敗は無能じゃないと無理やわ。こいつ無能だろうなと思われて実際無能だったという救えない事象。ドラフトで出てきた選手並べてみたらわかるやろ。阪神やオリックスが優勝して当然なんや。ドラフトの時点でシーズンの7割くらいは終わってる。現場も必ず誰かが見てくれているからって言い聞かせてるみたいだしな。てか打撃コーチの片割れが通算安打数54ってなんやねん。そこらの若手でもお前より売ってるやん。ヘッドコーチに至っては投手でもないのに通算4安打やし。オリックスのヘッドコーチは一軍出場ゼロやぞ。まさきと野村は今年一軍スタメン定着くらいな感じだったのに、見る影もなくなっちゃったね。ソルトバンクって結果にめちゃくちゃ厳しそうやし、今年オーナー陣から鬼詰めされまくって藤本泣くんちゃうかな。小久保引き受けないんじゃないかな。コメント見てると唯一ソフトバンクのヤバさに気づいてる感じやで。王がやれと言って断れるんか。ぶっちゃけあの先発陣じゃ誰がやっても無理やろ。有原以外カスみたいな成績のやつしかおらんぞ。ソフトバンクの投手というか甲斐のリードを徹底分析すれば勝てそう。ほぼ甲斐しか使わんし。それもうすでに実践されてるわ。監督一人がチームを同行できる力なんてほぼないからな。もともとなるべくしてなった順やろ。監督が異常に権力持ってる、チュニドラが異常なだけ。若手野手プロスペクトゼロなんがやばいわ。二軍ですらろくに打てないやつが若手使えと言われて使うけど、案の定グミ。無能なのは藤本じゃなくてスカウトやろ。何年ドラ上位死に続けてんだよ。海を9回最高星まで祭り上げたのは誰や。そいつを恨め。先発がカスすぎるのはかねてから言われてたけど、近藤柳田の使い方は監督がカスだと思う。中島監督は藤本監督以上に 1,2 番の組み方が下手というか、2軍から上がってきた選手を 1,2 番に抜擢しすぎるんよな。
中島のオーダーってそんなにうまくいってるようには見えないけどな。突きと突っ込みどころだらけに見えるけど、気がついたら形勢悪くなってて全く勝てない将棋みたい。おいお前ら、今は中島は有能だとか祭り上げてるけど、今の高津を見てみるよ。あいつも2年連続最下位のヤクルトを2年連続優勝に導いて中島と同じく祭り上げられてたよな。でも今はどうや、ボロクソ叩かれてるやろが。中島も同じや、今は勝ってるからいいが、負け出すとすぐ手のひら返されるからな。藤本は素人目に見ても中継ぎの使い方おかしかったからな。これは後々響くぞと思ってたら、ほんまに中継ぎ崩壊した。大事にしてたモイネロはなぜか壊れ、オスナはやる気を失った。投資企業は斉藤和美の仕事や。まあでも全ての責任は監督だからあれだけど、無能の周りには無能しかおらんってことや。大谷がいた頃までは日ハムのチーム方針がもてはやされていて、日本シリーズ4連覇の頃はソフトバンクのチーム運営がもてはやされていて、今はその弊害みたいなものが見えてきて叩かれているけど、オリックスもいずれそうなるのだろうか。なるだろうな。人なんて結局は結果しか見ないからな。勝って優勝するチームが正しいと思う人ばかりだろう。普通の監督の条件、ゴミ箱蹴らない、選手をバカと言わない、米食える、申告漏れしない。藤本は普通の監督だった。あのな、これだけは言っておくが、藤本お前らがどれだけ叩こうが丸くて可愛い愛され監督だから。